グッドグッドグッドバイロンでございます。死ぬまで映画紹介チャンネル。今回の作品はカンヌを取ったソン・グァンホさん主演の是枝裕和が脚本演出監督を務めたねベイビー・ブローカーという作品なんですけど、この作品はねロードムービー、まあ高倉健さんの前回のあなたへとかノマドランド海外映画ですね、これとちょっと近いんですけど、でもやっぱりベイビー赤ちゃんをめぐってのお話になりますので、全くね見たことない作品で面白かったです。で想像がねつきそうでつかないトラブル尽くしでね、目をね覆いたくなるシーンもね何点かありましたね。で左側のね青年とソン・ガンホさんが、まあ、ブローカーの役なんですけど、その子に、その子っていうのは赤ちゃんをやっぱり大事にするんですよ、プロのブローカーっていうかソン・ガンホさんたちは。で普通にねミルクのつくやり方とか教えてくれみたいなのとか、熱を出したりした病院行くべきかとか、そういうね波乱万丈なね出来事があって、なんか昔のね日本映画昔のアニメとかにありそうなワンシーンがね本当に盛りだくさんにあったっていうことで、すっごいね面白い展開でしたね。特に私のが好きなシーンはその観覧車に乗るんですけど、その青年くんと、その彼女がで、そこで私は高校これだからっていうことで、これは最大の伏線回収になるんであんまり言えないんですけど、それを聞いて僕たちは、家族じゃないねみたいな諦めていくんですけど、で後ろの警察官のお姉さん2人というのは本当に監視役で、まあ若干盗聴とかもするんですよ、いろんな企みを逮捕しなきゃいけないブローカーたちは良くないみたいな、で時には人を利用して、まあ、詐欺まがいのようなことをするんですけど、なかなかねうまくいかずって感じで、最終的には逮捕されるかどうかっていうのはね本当に最後まで見るべき映画なので、劇場でね足を運んでほしいです。それでねあとね寺賀心くんみたいな少年も小学生がいるんですけど、ここには映っていないんですが、彼もね本当に可愛らしくて、一緒にね旅を途中参加でするんですけど、そのきっかけとなるのがその青年くんの小学校のまあ要は後輩に当たるんじゃないですかね、まあ、施設なのかなそこは。でまあいろいろ小さい子だからバラすみたいな脅しをかけて、ソン・ガンホさんたちと一緒に出かけるっていう旅をするんですけど、まあ旅の道中ね警察に報道されたりとかして、運転免許証を見せてとかって言われたりとかするんですけど、それもねいいやり方でね警察官を喜ばせるんですけど、なんかもうシャレが効いてるねって思いましたね。なんか是枝裕和さんって結構そういうギャグ要素もあるから、ドロドロ常にしない展開なんで見てて飽きないですね。そう飽きるねぶっちゃけ映画あるんですけど、紹介はねまあいやらしい話、再生数がある程度いったりとか視聴者さんがもっと増えたらねそういうシリーズ系をやろうと思うんですけど、この映画はね本当に譲れないくらいね愛おしい映画でございました。カンヌ取るぐらいのレベルはもうあると思います。星はね 4.5 ですね。まあ5をつけなかった理由はねなんかオチがねもう少しこだわりあってもよかったかなって感じでしたね。その先ほどお伝えしたようにね波乱万丈ではありますけど、なぜかここだけはすっきりしないっていうシーンもあるので、そこもね含めて楽しんでみてください。
それではね、これで終わりたいと思います。グッドグッドグッドパイロンでした。それでは皆さんも、暑いですが、7月2日、頑張って熱中症対策しましょう。グッバイ。